はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは第7週 SOP の中の第2本目のビデオです。ここではみんなの日本語の SOP について話します。えー、みんなの日本語で、えー、教えるのは実はとても大変です、えー。なぜかというと、普通の教科書の場合は、だいたいですね、最初から、最初から順番に教えればいいんですね。えー、これはとても簡単なんです。 でも、みんなの日本語というのは、最初から順番に教えてはいけません。つまり、教科書の中を前に進んだり、前、それから次の、えー、元のページに戻ったりというのをたくさんしなければいけないんですね。ですから、これはとても難しいです。例えば、これは第4課ですけど、えー、何時何分ですというのを教えるときは、えー、最初に文系の1を読みます。これが、この文型ですね。そして、その後に例文1を読んで、 えー、次に練習1の A、あ、練習 A の1をやって、そして練習 B の1と2をやります。これが終わったら同じように、何とかは何曜日です。も同じようにやります。えー、そしてそ、その後に、えー、何とかは何時から何時までです。これも例文、練習 A、練習 B というふうにやっていくわけですね。えー、これは 3A ネットワークというみんなの日本語をは、あの、作っている会社の 教え方の手引きという本にこういうふうに載っています。はい。えー、次に会話の扱いですね。はい。えー、さっきの、あの、さっき見せたこの教え方の手引きではですね、えー、会話は最後に教えることになっています、えー。ですけど、あの、先週とかその前の週で、えー、皆さんがスライドを作るときに場面ですね、場面。場面を考えるのがとても大変というふうに言っている人が多かったです。ですので、その場合は、 この会話の部分を文系導入の場面に使うのもとてもいいです。とても簡単だと思いますね。はい。えー、これは、あの、電話で番号案内に、えー、電話をして、そこで、その、大和美術館の電話番号を聞いたり、何時から何時まで開いているかを聞いたりするという、そういう場面です。はい。えー、次にですね、コミュニケーションの力を伸ばすにはどうすればいいかということを話します。 あの、これはセントラルボードオブセカンドリ,リーエデュケーションですね。インドの。それとか、えー、ICSE とかね。そういうところは、外国語はコミュニカティブアプローチで教えてくださいとはっきり書いてあります。えー、あこのコミュニカティブラングエェジティーチングは、コミュニカティブアプローチの実際の教え方です。教室の中でのね。はい。えー、ただ問題は、えー、みんなの日本語はコミュニカティブアプローチではないということなんですね。どうしてかというと、文系練習がとても多くて、 えー、情報差とか選択権のあるロールプレイなんかがありません。ですからコミュニカティブアプローチではないんですね。じゃあどうすればいいかというと、もうこういうコミュニカティブアプローチの本がたくさん出ていますから、例えば元気とか大地とかですね、えー、そういうコミュニカティブアプローチの本から、えー、その教える文系のところを探して、そしてこの中に載っているロールプレイなどを授業の後に使うという、 方法があります。えー、この本の他にもこ,ういうこれは教科書ですね現地あの元気とか大地はねでそれの他に「日本語コミュニケーションゲーム80」とかですねそういうその活動を、あのー、コミュニカティブアプローチの活動だけを扱った本もあります、はいえー、でも一番いいのは、えー、丸ごととか彩りとかですねできる日本語とか そういう行動中心アプローチの新しい教科書を使うのが本当は一番いいです。でもそれができないでどうしてもみんなの日本語を使わなければいけないときはこういうやり方をしてみるといいのではないかと思います。はい。えー、このスライドへのリンクは、えー、ビットリースラッシュ TTCB72A ですね。はい。このスライドの中に、えー、知らなかった言葉があったらまずは辞書で調べてみて、そしてその後で暗記、クイズレット、メモライズ。 こうしたツールで登録して忘れないように復習してみてください。はい。それでは私からは以上です。失礼します。